日本鉄道というクソデカ施設がバズり、それを見かねた金持ちがこぞって鉄道敷設に乗り出した。大正時代、私鉄の路線長が国鉄を上回ったせいで、腹渡が煮えくり返った内閣は、1906年、軍事と日本統一にかこつけて、鉄道国有法で、17社の私鉄を国有化。されど私鉄は湧いて出るように敷設され、関東周辺だけでも、そのネットワークは広大に。そういうわけなので、今日は秋葉原から品川まで、私鉄、だけ、で行きます。でも東京メトロも私鉄やん。すぐ終わりそう。すぐ終わるのはクソつまらないので、地下鉄は禁止で。あ、はい。関東私鉄を使った小旅行。今回もよろしくお願いします。関東私鉄って、都心と都心じゃなく、都心と郊外を結びがちやん。長い戦いになりそうやから、帰って。え？ルールの4項目目読んだ。あかん、逃げられなくなっとる。んじゃトップバッターはつくばエクスプレス。立ち位置的には山積だけど、私鉄ってことで、乗っていこう。おい、電気街の改札なんだから、しっかりしろよ。別に種別は何でもいいから、まずは森屋駅に乗ってきたい。秋葉原から品川までは山手線で行けば17分、8.8km だけど、一体何倍に膨れ上がるかな。硬直流車両やねんから、森屋から先までも行けるはずやけど、有能な社員が日の目を見いひんのと同じように、森屋止まりの、普通種別に充当されとる。こいつは、三色 LED が液晶に変わって、リニューアルされた編成みたいだけど、メトロ01系ライクなアナログ路線図は、今も残ってる。首都圏、新都市鉄道と名乗っておきながら、なぜそこだけ古いんだというのはさておき、どうかしてる色彩の LCD を前に、秋葉原駅を出発。2番線のドアが閉まります。常磐線の客を奪うことを生きがいにしとるつくばエクスプレス。茨城県内の延伸を目論み、その路線は、今年1月には、土浦が有力とか言われたけど、やっぱしちゃんとした決定は、2023年度に持ち越しらしいで、列車は速いけど、興味スピードは速くない。まあ迅速で失速という、最悪の事態になるのかマジだけど。列車は、観光地としてのプライド以外何もない街、浅草に着いた、俺は孤独が好き。とか中に臭いこと言うたのかは知らんけど、他路線の浅草駅から600メートルほど離れとる。で、つくばエクスプレス。どこで乗り捨てるん？葵だけに葵とか、は？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 あかん。葵が発声練習みたいな切れ方しとる。南千住を出て、地上へ、てめえ地下鉄禁止とか言いながら、地下鉄乗ってんじゃねえか、みたいなクレームが飛んできそうな区間は、ここでおしまい。ほんで、すぐ隅田川を渡るで、ここ千住から出発した、わびさびにキューキューとなった松尾芭蕉に対し、つくばエクスプレスは、お隣常磐線の線路に、ガンを飛ばして、わびさびのかけらもない、キューキューな様相やで。さて、つくばエクスプレスを北千住で下車。23区にしては、鉄道路線が微妙にスカスカの足立区だけど、北千住には、4社5路線が集うせいか、乗降客数は、東京駅を超える大ターミナル。お次は、そのうちの1社、東武線、伊勢崎線という、群馬帝国にコピー売ってるみたいな名称が気に食わないのか、スカイツリーラインとかいう、こじゃれた愛称を振りかざしている。早速乗ろう。ところでさっきコーヒー買っちゃって、スマホとビデオカメラとコーヒーを同時に持つ羽目になった。腕は3本もないのに。言わんくてもわかることを2回も言うな。さて、やってきたのは久喜駅。これから、埼玉方面に向かって進んでいくらしいで。え？今日の目的地、本当に品川で会ってる？目まぐるしく客が行き交うけど、常磐線特急だけは何の地位もなく通過する。北千住を出発。今乗っているのは、目が回るくらいあちこちに直通してる東武の5万系列。細かい形式はいろいろあれど、パッと見わからん。業者のゆっくり解説のサムネ並みに見分けがつかない。路線という肩書きに頼らないと、ほぼ区別がつかない。かわいそうな子。一応、今乗ってるのは伊勢崎線なので、5万50型。そんな車両が走る東武伊勢崎線。創業125年の東武にとっちゃ、古参勢。なんでも、今乗ってる北千住から久喜の区間。ここが、東武鉄道で最初に開業した区間らしいで。で、開通後は久喜から北へ、動力に線路を伸ばすわけだけど、もともと、この路線の目標ゴールは伊勢崎じゃなく、足利、絹織物を直接東京に輸出して、がっぽり、っていうのが狙いだった。足利まで行った後は、渡良瀬川を渡って北上したかったけど、渡良瀬川の交通するだろ、とかって言い出す沿線住民に中指立てられたから、足利のライバルだった桐生、伊勢崎に向けて、バンバカ線路を伸ばしていったとさ。まあ結局、駅行くのに川を越えるのだるいとかって、足利住民が言い出して、結局通行用のちゃんとした橋を架けたので、本末転倒になりました。ちゃんちゃん。さて、西新井を出た急行は、駅前の有田のイオンダムには目もくれず、
1文字めでたいと銘打っておきながら、全長わずか 1.0km の単小な大支線と分かれ、この大支線はかつて東武東上線の上板橋駅までつながる西板線として計画されていた。しかしその計画は関東大震災のごたごたと都内の急速な再開発で断念。結局用地を取得していた場所だけ建設した結果、こんな短い路線になったんだとか。単小でも攻めないであげような。え、単小だからこそ指でいじって攻めるんだよ。今大支線の話をしてるんですよね。え、もしやお姉ちゃん、誤解な誤解を生んどる。だいぶ飛ばして新越谷武蔵野線との乗り換え駅ながら、最初は確定しか止まらなかった駅、今や乗降客数も12万を超えてお隣越谷の3倍になってるあたり、後追いだろうがなんだろうが才能さえあれば伸びるんやな。チッス、はじめまして。待って、うちがいろいろ妨害されとる。青い先輩、アーバンパックラインのホームには立ち食いラーメン屋があるから食べてこいよ。まず名を名乗れ。それが後輩ってもんだら嫌な先輩やな。っていうか、東武アーバンなんてかたなんてこじゃれた名前してる。その路線、もともとは醤油を運搬するためだけの塩辛ブラック路線だったのに、2014年から狂信的にアーバンだって言い始めたのはいいけど、野田線って首都圏の各混雑路線とは対照的に、またカスカベ来てね。じゃあね。マジでクソザコ埼玉本質情報。あれ、かわいいかわいい、カスカベ少女は葵のクソリプにヘキヘキしてさっき帰ったで。うん、まあいいや。日も近くなってきたし、クソリプ飛ばしすぎて文脈が狂っとる。ツイッターの政治中アカウント並みに文脈が狂っとる。本日も東武鉄道をご利用いただきましてありがとうございました。はい、クキ、次はめぐるの館林行きに乗ろう。普通に普通と呼んでください。普通だなんて、そんな塩あんびん並みに余ったれたこと言ってていいの。まだクソリプを飛ばす気なん。あと塩あんびんって砂糖使ってないから甘くはないんですよ。ともかくここまでは東急のメトロに東武と車両が雑多やったけど、ここから館林までの普通列車はさらにバリエーションが豊かになって、なんと1万系列の1種類のみに増える。今乗っている車両ももちろん1万型。さすがに今年で車齢40年ともなるとリニューアルされてようが古く感じる。その一方で2007年放映ながら古さを感じな。あーいいだ。あー、待って、え、およよのおよよすね。ちょいちょい関東最古の大社だって行きまく鷲宮神社。当然そこも聖地になっているわけだけど、東鏡に乗ったからって調子にまで乗ってんじゃねえと言わんばかりに、伊勢崎線はモーター音の轟音で威嚇しつつ、ぶしつけな態度で真横を爆走する。東鏡の6分の1ぐらいの歴史しかないのに、すんごい言い切ってる路線やで。埴輪の湿度数にあぐらをかき、埴輪がいっぱいだからここ埴輪と、ついに地名にまで太古の文化を持ち出した地、埴輪に到着。埴輪から伸びる別の私鉄、名の通り秩父まで伸びる秩父鉄道へ。なんかすんごい遠回りのようだけど、この度高崎線を越えるのが鬼門で、それを越えられるルートが秩父鉄道しかないから、こんな群馬県境 2.5km キワキワまで来てる。さて、そんな秩父鉄道は地方私鉄だけど、改札口の格がもう違うし、去年からなんと IC カードにも対応。舌と脳と性格だけ超えた都会人のニーズに応えてうんぬんかんぬん。だけど日中の列車は毎時日本円か。しばらく電車を待とう。葵、すんごい今更だけど、こんな私鉄縛り旅行をやって何になるの。じゃあ逆にあなたは何の目的で生きてるんですか。まさかそんな質問してるか。あかんわ、うちの妹思想が強い。やってきたのは秩父鉄道7000系、今年ラストランを終えた東急8500系だけど、秩父鉄道ではそれを長としてもらって3両に縮められはしたけど、7000系として活躍。現在東急時代には40編成近くいたこいつも、秩父鉄道では2編成と肩身は狭いけど、なんか8500系っぽく見えへんのは、この編成が先頭車化改造を受けたから。まあ JR 東日本に残る205系とやってることは同じ。ちょっとゲテモノ編成が走る。そんな秩父鉄道に乗ろう。ちょっとゲテモノゴチはやめてください。秩父鉄道はここ羽生から熊谷、寄居を経由して秩父まで伸びる路線なんだけど、1899年の設立当初は上武鉄道って会社名だった。名の通り長州と武蔵を結ぶ路線だからのはずなんだけど、長州にあたる群馬県は通っとらん。設立当初は秩父から群馬の館林までを結びたいと計画。でも地元の有志らが築いただけのひ弱な一施設じゃ、当時の技術では太刀打ちできず、利根川を前に崩れ落ち、結果として路線計画は秩父と熊谷の間に短縮された感じや。で、この路線を敷設したきっかけはというと、明治時代
山に囲まれた秩父の下呂カス物流を改善したかったのがその理由。秩父は稲作には不向きだった分、絹織物を生産してウハウハやったけど、馬車でぐらいしか秩父に行く手段がなく、交通の面ではゼハゼハやった。それで1901年熊谷と寄居の間の海峡を皮切りに、埼玉北部出身の渋沢栄一も加担し、ぼらつきながら秩父の山の中に踏み入った。そうして秩父の征服に興じていた中、熊谷から東羽生までも侵略するように。そのきっかけは、農機関の敷設を目論んだ北部鉄道。この会社は、明治業で、巨万の富を築いた羽生とかの産業をさらに栄えさせるべく、当時の東部の社長、根津嘉一郎に銭を出させて設立。それで、線路を羽生から引いていくんだけど、旅で有名だった宇治町、今で言う行田の連中が、いやもうここ天理の馬車鉄道あるから線路敷くなこけ、とぶーたれたせいで、宇治町の資金繰りをおしまいに。それで、全通前に秩父鉄道と合併。東部、西部、南部、北部のうち、北部だけ現存してないのが国やけど、廃線自体は免れたし、日常、通学需要はそこそこやし、離れている東部伊勢崎線と東長線の線路をつなぐ役割だって果たしている。やや遠回りそうに見えるけどな。でもわざわざ、私鉄で品川まで行きたいから、秩父鉄道を通る、なんてやからはいないわけで、ちょっと、ルートが不安になってきてるんですが、葵に託すことにします。持ち待機で行き違い。あれは7500系。元は東急の8090系らしい。日本文化の闇鍋みたいなラッピングしとるけど、あれは秩父三社トレインといって、秩父の歴史ある神社とその伝統をラッピングしたものらしいで、無宗教を引っさげておきながら、都合のいい時だけ参詣に赴く日本人に受けたのか、2015年から今の今まで、この全面ラッピングは続いている。外装も内装もラッピングされたそうで、さぞお金かけているんだろうなとか、いくらご利益があろうが、結局ご利益の一番重要なんだろうなとか、冒涜も甚だしいことを考えているうちに、秩父鉄道の車庫が見えてきた。手前には、旧三田線6000系の車両、秩父鉄道最古の普通列車だし、まず、都営地下鉄の譲渡車自体珍しいし、3編成いるうちの一つに乗り継ぎたいところだけど。って考えているうちに、熊谷に到着、旅愁を感じさせるような、地方私鉄特有の匂いが漂っているで、昔はさらに旅愁があって、秩父そばって立ち食いそば屋さんが、ホーム上で立ち食いそば屋さんをやってたらしいけど、潰れてしまったようで悲しい。ちょうど昼ご飯の時間帯だけど、あーだこーだ言っても腹は満たされないから、次は三峰口行きで、寄居まで、お花畑まで乗って、そこから西武秩父線って選択もあるけど、お花畑という可愛らしい駅の癖して、中途半端に、西武線と接続が悪く、それに、通勤ラッシュで人波に揉まれる前に終わらせたいので、やや短めに、寄居乗り換えのルートで行きます。乗り継ぎ先の車両は、さっきすれ違った7500系かな。秩父の舞台となったアニメ3作があしらわれた、フルラッピング車両。制作陣の名前にちなんだ、超平和バスターズトレイン。車内にのさばる青春のムードを全身に感じつつ、熊谷を出発。江戸時代は、中山道の宿場町として栄え、今も弾丸列車が行き交う熊谷の町。夏場は、フェーン現象やヒートアイランド現象で日本一暑いとか言っておきながら、冬には、凍てつく赤城おろしで裏切ってくる、この地の領主、熊谷直実と対峙した、平の敦盛にも劣らぬ勢いで、隙がないで、そんで上熊谷駅を出発、左手に見えるは高崎線、右手に見えるは上越、北陸新幹線の線路、今でこそ肩身狭そうな単線地方私鉄だけど、100年ほど前は最先端を行っていて、当時の秩父鉄道全線が電化されたのは、1922年、お国が治める高崎線の電化が、それより30年も後ってことを考えると、異様なスピードでの電化なんじゃないかな。おい聞いてるか高崎線、あれいない。逃げやがったな。これももしかして、陰謀思想強いの。ダメ。さて、向こうに見えるは広瀬川田車両基地、SF の客車が、深紅のその姿をこれ見よがしにさらしてみたり、あとは、石灰石の貨車の眠っとる、疲れからか、不幸にも、黒塗りの高級車が眠ってしまうのも、ダメ。そうそう、貨車といえば、ここ向川駅のあたりから、ニコチリ線という貨物線が伸びとる。チリだ。ニコチリ線は、石炭、セメント輸送がメインの貨物線で、無視ですか。竹川駅から三ヶ尻駅を経由して、熊谷貨物ターミナル駅まで伸びていて、公衆輸送まで行われていたけど、その凋落は凄まじく、三ヶ尻駅から先の貨物輸送が、2020年で軒並み廃止に、利益も、新たな貨物輸送も出そうになく、尻尾を巻くように、三ヶ尻線を一部廃止に、上越新幹線の建設がボラとか抜かして、熊谷駅を貨物駅の座から外した国鉄、いかんかよしゃあねえなと言って、三ヶ尻線を敷いたのに、貨物取り扱いが、丸ごと廃止となるあたり、いかんやな、いかん。いかんだけに黙れ。だけど別に、貨物輸送そのものが終わったわけじゃない。石灰石の輸送はしぶとく残っとって、しばしば貨物が行き交っとる。というか、
石灰石こそが秩父鉄道の救世主だったり、また話は上部鉄道延伸時代に遡るけど、秩父地域に線路を伸ばしたいとなった時、うわぁ髪がない終わったと騒いで地獄を見ていた。しかし急須猫を噛むというのは的を置いているもので、おい秩父の武甲山から石灰石取れるぞ線路敷けこらとまくし立て、結果的に渋沢栄一の懐を緩めることに成功し、秩父地域への延伸が叶ったとか。そんなセメントの原料石灰石に血眼になった神宮、今でも三日尻線とかを通じてわんさか石灰石を運んでいる。しかし石灰石中毒とまではいかず、やっぱりちゃっかり人間も運んでいく。そんなこんなでお次は深谷花園プレミアムアウトレットの最寄り。去年秋のダイヤ改正で深谷花園駅近辺の本数を 1.5 倍に増やしたとはいえ、昇魂の塊みたいな施設の周りも平日は閑古鳥が鳴くような静けさで、さすがに悲しいから平日にも行ってあげてね。え、誰が行くのかって、そりゃもちろんお前だー。キョウキョウキョウスピピピピピヌルスムルフスモバヤパボレヌルゲル。近辺の八幡町が陥落した後、侍や浪人武士が寄り集まった地っていうのが由来の、今では鉄道三社が寄り集まる要衝の地、寄居駅に到着、ホームに降り立つや否や堂々の長大貨物にきっと睨みつけられた。秩父鉄道はここからが面白い区間なんだぞという幻聴をのらりくらりと交わし、次は東武東上線、池袋からここ寄居まで伸びてる路線、武蔵国の明らかに西側でもはや東武じゃないエリアだけど、これは木をてらった合併をしたのがその原因。昔池袋から川越まで勢力を伸ばしていた東上鉄道っていう鉄道会社があった。1908年設立の鉄道会社なだけあって、その志だけは高く、池袋から群馬県の渋川まで線路を伸ばそうと画策していた。東上鉄道は東京と長州を結ぶからっていうのがその由来にして名残、なんならいろいろな路線に連絡して長岡まで線路を伸ばすというちょっとどうかしとる計画まであった。しかし脳みそすっからかんでも銭がガポガポ入ってくる。対戦契機なる核変モードは終了。そんな戦後恐慌を見かねた東上鉄道と東武鉄道は合併することに。ちなみに東上鉄道の社長はさっき触れた東武社長根塚一郎社長が一緒だったから合併をしたっていう側面がありそうやで。とにかくここまで乗ってきた4路線のうち3つ、根塚一郎が何かしらの形で牛耳った感じ。この乗り継ぎを根津ゾーンと勝手に名付けて、とっとと小川町まで逃げよう。車両はかれこれ50年は走っとるオフル列車8000型。構造の共通点と車両数だけは多いなと揶揄されて、私鉄の103系という、褒められてるのか、けなされてるのかわからんあだ名がついとる。そんな高度経済成長期の最中、そこそこハイスペックに作られたこいつ、今でこそ当たり前だけど、昔は珍しく、乗り心地を高める空気バネを台車に採用。座席も、どっかの新都市路線とは対照的に、心地よい。車両もリニューアルを経たとはいえ、私鉄の103系という古臭い肩書きは消えず、廃車も、エリアの縮小も進み、池袋、浅草はおろか、宇都宮までも追い出され、今やもっぱら、端くれ路線で路面をつなぐ生活。次は、南より、本田より前。さりとて末端路線というのを言い訳に、米軍放置されているわけでもない。例えば、次の南よりなんかは、2020年に開業した新しい駅、国王の存在とでも言わんばかりに、県道からも離れた山奥に座している駅、本田より前という、高尚な副駅名を振りかざしている通り、自動車メーカーで名高い本田の工場が、すぐそばにある。駅設置の経緯はもちろん企業がねだったから、ホンダが埼玉の工場を寄りに一本化すべと言い出したのはいいけど、それじゃ通勤ラッシュで道路が渋滞しそう、皆さんこれが自動車のデメリットですよははなんてことにならないように通勤用の駅を作った。要は民間企業が駅を設置しろと東部に圧をかけた西岸駅ってわけだ。通勤メインの駅だけど、こんな平日真っ昼までも何名か利用者はいらっしゃったで。そうした利用はあるといえど、全体的に空気輸送で、途中駅の1日の乗降客数は、せいぜい3桁か、多くて1000人ちょっと、お姉ちゃんのよそ行きの服並みに、変化のない雰囲気は続いていき、さらっと起きなしたな。武蔵の小京都と呼ばれる小川町に到着、なりふり構わず続けて小江戸へ。ってわけで、引き続き東上線で川越市まで、車両が4両から10両に増えるだけあって、ここからは乗降客数も4桁に、されど、東上線の他の駅の乗降客数は5桁が当たり前の世界ともなると、やっぱり空気輸送で本来人間が座るはずの椅子の上には堂々とタバコが鎮座しとった。鉄道車両にもう入ったらなんてねえよとか、これだからダサいかなと言われるんだぞとか、そういう言葉の刃のやり場もなく、10両は昼の月の輪を淡々と東へ、月の輪駅周辺は
東武鉄道が開発事業に取り組んでいる区域、2002年に駅まで作って都心まで一本だとか言ってアピールしただけあって、山がちな一面のクソ緑区域ながら人口がポコポコ増加。さすが鉄道会社が説得すると違うね。だけどいつまでも甘い汁が吸えるわけもなく、現状東上線は小川町で系統分離していて、月の輪から都心まで基本一本で行けるんだけど、今年3月のダイヤ改正からは昼間に限り月の輪よりも池袋より森林公園で系統分離、つまり昼に東京に出たけど森林公園で乗り換えろってことだ。昼間だけやけど都心まで一本で行くことができなくなってもうた。さすが鉄道会社が説得すると違うね。小江戸だとか言って地位を誇示してばっかりの邦人を拝する町川越市駅に到着。ここからは同じく川越への客集めに一心不乱になる別の私鉄西武に寝返るために、ちょいちょい改札外乗り換えをしよう。その前にもうお腹の空腹が空いたから、語ることはあるまい。乗り換え途中にそばをチャージしたので胃袋はバッチリやで。そんでちょっと歩いてみると西武の本川越の駅が見えてきた。小早川秀明のごとく西武線への寝返りを華麗に済ませホームへ。通勤列車らしい面持ちで居座るこいつは2万系という車両、環境と人に優しいとかいう21世紀らしい歌い文句を掲げるアルミ車。火事と喧嘩は江戸の花とまで言われた。ちなみに再300年前と比べると随分小江戸は治安が向上してるもんだ。そんな川越に最初に敷かれた路線、それがこの西武新宿線の原型となった川越鉄道。新河岸川の線運で俺らは生きてるんだぞという鉄道嫌いな川越商人のわがままをはねのけ、今の中央線甲府鉄道の主戦的な役割を担う川越鉄道が1895年に国分寺から川越まで伸びた。船信者の川越の野郎どもは都心に出たけど国分寺で乗り換えろと。そんな鉄道の隆盛を見かねた川越の銭目場商人は船運の恩義を忘れて鉄道敷設に乗り出そうとする。それで川越から大宮まで敷かれたのが川越電気鉄道って路面電車。せやけど1940年軍事だなんだで威張り散らかす国鉄が川越線と銘打つ路線でズコズコ蔵の町に踏み入り、ただでさえ満身創痍の川越電気鉄道をぶっ潰し廃線に追い込んだ。それからはいいね数しか眼中にないインスタグラマーみたいに客取り合戦が論国起こった。例えば西武は1993年小江戸なる定期特急列車を新設。ちょうどこいつニューレッドアロー、あざとく2を冠しておきながら側だけ新しく機器や中古列車のお風呂。一方の東武は2019年重い腰を上げて川越特急なる最新鋭列車を新設。意味慎重に特急を名乗ってはいるけれど特急をフリーしてる、ただの快速列車です。ま、あれこれ言ったけど江戸仕草にうんざりした東京人にとっちゃ小江戸は理想郷なもんで、結構川越需要はでかいからなんとか各社しのぎを削っているってわけだ。 JR は知らん。西武新宿に急ぎたきゃ急行乗りなと言われたような気がしたので、ブルーベリー栽培の冷圧を感じる小平で乗り換え、東の都のうんと西側と名乗り、時価もへったくれもないし西東京市を爆走、青梅街道の宿場町として栄えた田梨を出ると23区も近く住宅まみれ、ものすんごい懐かしい沼袋駅。なんか君3年半前に来た時も工事してなかった。この近辺は立体交差事業か何かで線路を一部地下化する予定らしい。それで交通渋滞の緩和や街の一体化を目指しちょっとずつ工事してるそう。それにしても都会では鉄道に対してめえ交通の邪魔だから地下行けなんて言い出すあたり、それとなく都会人は冷たい、それこそ冬場の便器並みに冷たい。でも地方は地方でこの路線消えろって言い出す始末だもんな。チクチク言葉は良くないと思います。高田の馬場を出ると次は西武新宿。他の新宿駅とは離れの位置にある。乗り換えがクソゴミのゲロカスほどだるい。チクチク言葉は良くないと思います。それに西武新宿線は1952年まで高田の馬場止まりやったから贅沢は言いっこなし。その後設けられた西武新宿駅だってあくまでその場しのぎの仮駅扱いやった。ほんで新宿のデパート内部に6両分の乗り入れをもくろんだんやけど乗客増加で一度断念。その後バブル期にも急行線と観光線を分離する形で乗り入れを考えたけど、バブル崩壊と工事費アップでやっぱり断念。結局新宿への乗り入れそのものは諦めている感じや紆余曲折はあったからセメントいてあげてな。でもやっぱ乗り換えたり幻想飛び交う歌舞伎町の最寄り西武新宿に到着。5時間半かけて山手線エリアに戻ってきたけどもうちっとだけ続くんじゃ。続けて京王線の新宿駅へ。道草食わずアクセクと乗り継ごう。通勤ラッシュ時間帯でもないのに混んどる。京王線には
新宿発着の京王線と都営線につながる京王新線が混在、2路線あるだけでも目が回るのに、新線側の新宿駅は地下深く、全く新宿情勢は複雑回帰。あ、京王線側の線路図ではめちゃくちゃに曲がってるけど、別に迷宮に対する恨みじゃなく、マジで曲がってるから、なんでもお役御免になった玉川昇水、そのくねくねした用地を転用したせいで何千人の性格並みに線路がねじ曲がってるとかなんだとか、次に乗り換える駅は駅名もろともねじ曲げられたそうで。はい、明大前到着。今は学歴中が噛みつきそうな駅名してるけど、開業時陸軍の火薬庫が近くにあるっていうんで火薬庫前って駅名だった。だけど駅名に軍事施設を関するなぞ、戦時下の海外からしてみればカモがネギを背負って座ってるのと同義。それで後に地名由来の松原駅に改称、その後井の頭線の侵略と明治大学の開設に伴って勝手に京王線のテリトリーを侵略してきた井の頭線との乗り換えを楽にすべく駅移設、そんで火薬庫の跡地で勉学に勤しんだり遊びほうけたりする学生のため駅を明大前に改称って流れ、その経緯でしゃっかり京王電鉄という先輩に駅移設を強いた路線井の頭線にこれから乗ることにしよう。車両は線形、1996年デビュー、最近リニューアルして全面フルカラー LED やら東洋 IGBT やらをまとっているけど、円順古速の湘南顔は仙台井の頭線の車両と変わらず、まだまだ下り顔で吉祥寺と渋谷の間を往復しとる。古びた顔した井の頭線は若者の街下北沢までしゃしゃり出るやいなや、アホみたいにでかいスクランブル交差点がバッコする渋谷の街へでかい顔して突撃中。そんな井の頭線は京王の路線になる前小田急の管轄やった。それが1940年のことで、このまま小田急の犬になると思いきや、戦時下を理由に東京横浜電鉄今の東急が選ぶって塊魂のごとく東京神奈川の私鉄をバコバコ合併、小田急も京王も猫も杓子も巻き込まれ、大東急というでかい社が幅を利かせる世界に。だけどおもる平家は久しからず、戦後大東急は細々した会社に分裂、分裂したのがいいけど京王の経営網は巾着で、そんな装備で大丈夫かと言われる。そこで井の頭線がシャーナズに京王の燻製についた感じやレール幅の違いといい車両といい井の頭線の独自色はこうして生まれたって考えに浸りたかったけど、普通にめちゃくちゃ混んでてそれどころじゃねえ、熊谷で通勤ラッシュ避けたいから東上線経由とかって言う必要なかったじゃん。お花畑を避けておきながら脳みそお花畑だったのは私の方か。新宿から渋谷までの遠回りは滅法楽で乗り換え1回で済んだ。 JR なら乗り換え0回なんですけどね。なんか言った？何も言ってなさそうだね。 OK 次行こう。ああ世知辛い博士を待ちわびる八甲ぐらい孤独で辛い。さてさてお次は権力を絞り取られた東急、絞り取られたとは言いながらまだ8路線ぐらい持ってる。今年だって相鉄との直通を始めるとか言い出すし、東急はどこまでも強欲なツボって言い出すと東急線ユーザーが激おこモードに突入するので、この辺りで乗るのは横浜まで。横浜から先は多分もうわかるかな。というわけで F ライナー元町中華街行きに乗る。 F ライナーって名前すごいね。 F ワードと張り合おうとでもしてんのかね。青い車両だってよく見たらこれ都心線の1万系だし、なるほどな。青い今回地下鉄車両は OK ということにしてるので、いざ乗車。労働の重量も東横の動脈の前には響きで、やっぱりゲロほど混んでいた。胸なり玉川を越えて神奈川に入ったとて混雑は大きく変わらず、10降りたら10に乗るみたいな客の動きは横浜の手前菊名まで続いたで。目的地って本当に品川やったっけ。すごい、特にそういう企画でもないのに東横線を乗り通してしまった。されど人のせわしなさは新宿も渋谷も横浜もさして変わらず、観光すらせず忙しく、だけどゴール目線なのでいそいそとこちらも京急に乗って都内にトンボ帰りをすることにしよう。ホームに来たるは特急の高砂行き、きちんと品川まで行ってくれる便が爆走施設に始まり爆走施設に終わるたび、地の子の言わずにとってと乗ろう。京急というと東海道線と張り合える種別快特がメジャーやけど、今乗っとるのは快特より一つ格下特急種別。特がないから特でもなく、ポテンシャルは京浜東北線に毛が生えた程度に。とは言ったけど京急くんは手加減することを知らないんで、時速 110km とかは平然と出してくれる。もともとは川崎大師への参詣のための小粒会社大師電気鉄道だったのに、野心をボラボラ燃やして京浜電気鉄道に社名を変え、挙句の果てに品川のビールや横浜どころじゃない延伸までやっちゃって、一度覚えた欲の味をしゃぶり尽くす、なんとも末恐ろしい子。そ
んでもって多摩川へ渡り、東京都へ。今、多摩川の総東下流の部分を渡っとるんやけど、このくらい下っ端をさまよってると、六郷川とかいうあだ名がつき始める。京急の駅にも、その川の土手ってことで、六郷土手って駅がある。六郷の由来自体は、多摩川の6つの流れが1つになったからとか、集落が6つほどあったからとか、そういうのが由来らしいで、町並みも歴史も込み入った。そんな大田区の住宅地を爆走していくうちに、アメリカ人が空目したら卒倒しそうなナンバリングの隣には、鉄道とともに、150年と9ヶ月の歴史を歩んできた巨大駅、品川の文字、帰宅ラッシュの時間帯にもろに片足突っ込み、熊谷での決断は、マジで何だったんだっていうキリキリとした思いはあれど、8km を30倍に伸ばした結果、なんか300倍くらい濃くなった旅は、ここで終わり。ところ変われば品変わるというように、私鉄も場所によって、様々な顔を見せてくれるもので、時間と効率に追われる、さもしい現代とは離れた、私鉄特有の生き様を、7時間の旅でしゃぶり尽くした。そうした生き様を眼前にはしたけど、結局都市部は、JR の方が快適なわけで、私も JR で帰ります。さようならー。